こんにちは令和3年度の理科を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、この令和3年度の理科、神奈川県から合格者の平均が出ていて、平均点が50.1点になっています、まあ。そんな問題を今から取り組んでいきます。それでは始めていきましょう。さあ、まず問1。正答率が68.8%となっています、はい。それでは見ていきましょう。 大事なポイントを押さえていきますまず蛍光板を光らせる粒子とありますこれ何かというと電子ですよねで。この電子っていうのはマイナスの電気を持っていますマイナスの電気を持っているので磁石のように N は S と引き合うみたいな関係ですね電子マイナスはプラスをこう求めるだからプラスと引き合うんですその性質が分かっていると「あ」が分かるんじゃないでしょうか マイナススの電子がプラスに向かうということでマイナスからプラス、マイナスからプラスだからこの時点で3か4になるんじゃないのかなと分かりますね。はい続いてポイントはここです。電極番をその電源のプラス極に電極 Y をその電源のマイナス極にしますと。 まあだからここに書いておきましょうか。電極 X 側がプラス。電極 Y 側がマイナスってことです。そしてここにこう電子がね、通っているわけですが、電子っていうのはマイナス。ですから、プラスと引き合う。だからまあ、プラスにこう引っ張られるっていうようなイメージですよ。そうするとね、 この光る筋っていうのはプラスの方に引っ張られて曲がる。ということはプラスの方っていうのはこの上の電極板 X 側ですよね。ですから上側にこんなふうに引っ張られて曲がるこれが正解です。はいということでどちら側に曲がったのかというと。 電極 x になるので、ここですね。はい、答えは三番になります。それでは、e、この問題の正答率は三十二点六パーセントになります。結構、正答率としては低いんですね。それでは、見ていきましょう。さあ、この問題、電圧が等しい、そして抵抗の大きさも等しい。電熱線が、この回路 A、回路 B、回路 C に書いてあります。 ただですね、これ見てわかる通り、何の数字もないんだよね。具体的な数字がないんだよ。だから、わかりにくく感じる人も多いんじゃないでしょうか。そこでね、電圧が等しい、そして抵抗の大きさが等しいんだから、自分で勝手に数字を置いてみましょう。まあ、どんな値でもいいんだけど、計算しやすいものがいいです。例えば、10ボルトにしておきましょうと。じゃあ全部10ボルトね。 じゃ抵抗はオームにししておきましょうか、はい一オームじゃあまずこの問題って電力の値を出していけばいいんですよねじゃあ回路 A からいきましょうさあまず電力っていうのはボルト×アンペアで求めることができます単位はワットっていうやつですよね電圧×電流で出すことができる、はい、そうすると回路 A っていうのは 10ボルトで1オームということなので、えー、まずアンペア簡単にできますねこれはオームの法則です10ボルト割る1オーム10アンペアと出すことができますよねオームの法則を使いましたよ、はい、そうするとアンペアとボルトが出ればワットは出すことできますよね、えー、10ボルト ×10 アンペアで、はい、100ワットとなります はい、ということで回路 A は 100W ですでは続いて回路 B えまず全体の抵抗って直列回路って結構楽で1オームと1オームだから合わせて2オームの抵抗がこのようにあるよって考えればいいですよねはいじゃあ電流は1 0 v る2オームで 5A になります アンペアとボルトが出ればワットは出すことができますよね。はい、そうすると回路 B の2つの電力の値の合計、まあ、これ今全体を出していますから2つの電熱線の電力の値の合計を出しているのと同じですよ。全体で5オームそして10ボルトっていうことですから10ボルト ×5 アンペアで50ワットってなります。これが回路 B ワットですはい続いて回路 C さあまずそれぞれのアンペア出していきましょうこれ並列回路ですから電圧がねこれ1 0トの電圧だよって言ったときにこれそれぞれ1 0トになるんですよねはいそうするとじゃあまず上からいきましょうかはい上1 0トで1オームだから 1 0一オ1ムで1 0ア,ンペアだからここ1 0ア,ンペアさあこの下もさ同じ計算ですよね1 0トで1オームということで1 0ア,ンペアさあそうすると全体はってことなんだけど上が1 0ア,ンペア下が1 0ア,ンペアだからこれ合わせて全体では2 0ア,アになるんですよね。 はい、ということで全体の電力の値を出すことができますね 10V で 20A なんだから 10V×20A で 200W これが回路 C です回路 A が100回路 B が50回路200、えー、C が200これで大きさを比べてあげればいいんですそうすると小さい順に BAC の順になっていますから 答えは3番になりますさあそれでは「う」いきますこの問題の正答率は50.2%になりますそれではいきましょうここがポイントです物体と凸レンズとの距離を 20cm にしてスクリーンを移動させたところここです凸レンズとスクリーンとの距離が 20cm になった時にと 物体と同じ大きさの像がスクリーンにできたよっていうことですねこのさ物体と同じ大きさの像がスクリーンにできる時ってどんな時かっていうとね凸レンズがありますそして物体がありますスクリーンがあります物体と同じ大きさの像ができる時というのはちょうど 焦点距離の2倍の位置に物体を置いた時です。これ全部長さ一緒。ここがそれぞれ焦点です。ってことはですね物体と凸レンズの距離は 20cm っていうことだからここが 20cm だね。はいそして凸レンズとスクリーンとの距離は。 これもセンチって書いててありますってことは焦点距離は焦点距離っていうのはこの凸レンズのね中心からここまでですね 20÷2 で 10cm ですよね。はいということで X は10になりますさあ y です。y は凸レンズを焦点距離が1 5ンチの凸レンズに取り替えてって書いてあります。 はい、そうするとこ度焦点距離が1 5ンチになるからで物体と凸レンズの距離は2 0ンチにするっていうことだから、はい、こんな感じですね。ではこの時スクリーンに物体像がはっきりと映る時の凸レンズとスクリーンとの距離はどうなるのかってことですよね。 20センチより短くなるのか長くなるのかってことですこれもしね物体が上と同じく焦点距離の2倍の位置にあったらだからこれ下で言うとこれ仮の話だよ焦点距離の2倍だから1515 15って言ってまあ物体がここにあったらさ スクリーンっていうのはどこに映すと、えー、物体と同じ大きさの像が映るかっていうと1515 15って離れたここにスクリーンを置けばいいんですよねで。今回どうなってるのかっていうとねその焦点距離の2倍の位置よりも手前に物体が来ているのだからこの2倍の位置を基準にね考えてあげると分かりやすいですよ。2倍の位置に置にくと スクリーンっていうのは凸レンズとスクリーンの距離がここ1515 15だから3 0ンチのところに来ていればいいんですよねで物体がさ今ここにあるわけじゃん焦点距離の2倍の位置よりこっちにギューッと近づいてくるとスクリーンはちょっと近いよっていうイメージねイメージでギューッとこう離れていきます逆にね物体がこっちに 焦点距離の2倍の位置よりも離れていくとこのスクリーンはおーもう少し、ま、待って逃げないでみたいにこう近づいてくる、まあ、そんな関係なのよだから焦点距離の2倍で考えるといい焦点距離の2倍より今近づいてきてる突レンズに向かって近づいてきてるからスクリーンはさらに離れていくだから突レンズの位置っていうのはこっちの方向にさらにね動かなきゃいけないそうじゃないと像は映りませんってことはさレンズと スクリーンの距離って突然のスクリーンの距離っていうのは、まあ、少なくとも3 0ンチよりは離れてる。ってことでセンチよよりり長くなりますよね、はい、そうするとこれに当てはまる選択肢は一番になります。